マスオ TV。 はい、マスオ TV でーす。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、自分でヘルシーなポテトチップスを作りたいと思いまーす。で、使うのがね、こちらでーす。チンしてチップスということなんですけど、これ先日動画で公開した、確かね、今まで紹介しなかったけど買った商品の中の一つの商品です。もうこれね、1年ぐらい前に買ったんですけど、いろんな理由によりね、ちょっと動画にしなかったんですよ。でも久々に見たら本当にポテトチップスできんのかなと思って気になっちゃって、今日はね、実際にポテトチップスを作っていきたいと思います。で、じゃーん、じゃがいももしっかり買ってきました。では実際にチンしてポテトチップススライサー付き作っていきたいと思います。では実際にヘルシーポテトチップス作っていきたいと思います。これがね、チンしてチップスセットです。これスライサーと受け皿、これでレンチンするみたいで、これはスライサーの時に使うやつみたいです。では早速こちらのね、じゃがいもをスライスしてみたいと思います。ではまず芽を取ったじゃがいもをこのようにセットします。で、先ほどのこのトゲトゲがついたのをこうセットいたしまして、スライスするとできんのかな。いきます、せーの、ドゥ。あれ、お、スライスできてる。スライサーってこんな楽なんだ。普段ね、家じゃ使ってないからね。え、すげえ、ふい、ほら、すごい、ふい、ふい、ふい、おお、めっちゃスライスできてる。シュッと、すごいですよ、うっす。こんなに綺麗にできるんだ。じゃがいも3つ買ってきましたけど、一つのじゃがいもでこれ、ああ滑った滑った、不器用不器用。一つのじゃがいもでポテトチップスできちゃいそうですね。はい、ではある程度までスライスしたら、ちょっと中身見てみましょう。じゃじゃーん、こちらでーす。すごいスライスじゃないか。目マジですごいな、これすんげえ薄くちゃんとスライスできてますね。スライスあって便利ですね。はい、でこのスライスしたものをここにセットしていきます。ここにセットしてそのままレンチンするみたいなんですけど、おー、じゃーん、スライスしたじゃがいもを設置してみました。なんか花みたい、綺麗です。あー、じゃがいもがすごくね、綺麗にできてます。これをレンチンしてポテトチップスにしていきたいと思います。ではこのじゃがいもを電子レンジに入れて600ワットで6分間加熱していきます。果たしてどんなポテトチップスになるのか楽しみでーす。はい、ということでレンチン完了いたしました。すごいね、これパリパリにできてます。でもね、ちょっとやりすぎたか、じゃがいもが大きすぎて重なっちゃってた部分がちょっと焦げちゃいました。それ以外の部分はしっかりできました。一つちょっと取り出してみると、ほら、すごくない？レンチンだけでこのパリパリさ。はい、では綺麗な部分だけ取り出してみました。ここに塩をサラサラっと振りかけまして、これでもう普通の、これはポテトチップスになりました。では実際に食べてみたいと思います。いただきまーす。うん、すげえ、めっちゃポテトチップスです。食感もパリパリだし、このじゃがいもの風味もふわって広がってくるし、とっても美味しいです。なんか普通のポテトチップスよりも結構あっさりしてる感覚はあるんですけど、それがまたね、ヘルシーな感じでいい感じですね。はい、ということでね、今日はこちらチンしてチップスでポテトチップスを作って実際に食べてみました。とってもね、美味しくできました。得点で言ったらね、70点にしときたいと思います。というのもですね、このレンチンの時なんですけど、一部はこう僕のせいなんですけど重なって焦げちゃったじゃないですか。でもまた一部はちょっと生っぽいところも実は少しあったんですね。なるべく同じ大きさのじゃがいものスライスを使えば、もっとね、美味しく、よりクオリティ高く、ポテトチップスが作れたと思うんで、今日は70点にさせていただきました。この商品自体はね、とってもいいですね。うん、80点です。
はい、ということで皆さんもぜひね、こちらもし発見したらぜひやってみてください。自分でスライスしてレンチンするだけでも多分できると思うんで、よかったら挑戦してみてください。ということで今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。また何か面白そうなものやっていきたいと思います。以上、マスオ DB でした。バイバーイ。